君は時の涙を見る。はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もねフィギュアご紹介していきます。今回ご紹介するのはこちら、バーン見えない、はい、ガンダムコンバージからユニコーンガンダムペルフェクティビリティとあとネオジオング&オプションパーツセット、はい、こちらの2点をね今回は開封していきたいと思います。はい、では早速ねこの輸送箱から出した箱の状態をね見ていきましょう。はい、輸送箱から出しました。外箱の状態はこちら。ネオジオングオプションパーツセットはこんな感じですね。いや、でかい。箱がでかい。ガンダムコンバージですけど、箱がでかい。はい。まあ、このね、サイコシャードがね、これが多分結構かさ増ししてるんですよね。はい。はい。あとユニコーンガンダムペルフェクティビリティ、はい、こちらちっちゃい入ってた箱の割にこれちっちゃいなと思って中見たらこうかさ増しされてましたねはい、外観はこんな感じ。まあね、あのプレミアムバンダイ品なんでね、白黒ですね、箱のイラストは。はい、うん、では早速ね開封していきたいと思います。まあ、とりあえず箱から出して、ビニールの状態見ていきましょう。はい、ではね最初にユニコーンガンダムペルフェクティビリティ、ペルフェクティビリティで言ってたなっていうのか、はい、こちらジャンとね、はい、まず食玩というカテゴリーなのでガムが入ってます。はい、要はこちらがメインですよね本当はね。はい、ではフィギュアの袋こちら。はい、まずシールドファンネル、はい、で台座ですね、うん、これらが入ってました。はい、あとこちらですね、ビームマグナムと足のパーツと、サーベルとジャベリンですね。はい、すべて青色ですね、ペルフェクティビリティは。はい、でこちらがもう一つ足、別の足パーツでアンテナと本体と頭部、こういう感じの構成ですね。はい、はい、続きましてネオジオングオプションパーツセット、はい、まずはこれプロペラントタンクかな。はい、で次台座ですね、台座に、はい、こういう感じで2番って書いてあるね。はい、でこちら、アームの方かな。はい、でサイドアーム、いやすごいな、この量がすげえな。でこちらがシナンジェ本体で、こちらがネオジオングの本体っていうか下半身の部分かな。はい、で、はい、サイコシャード7番、これがでかい。でまあこんだけあるからね、組み立て説明書がないとっていうことで組み立て説明書が入ってます。そして肝心のガムっていう感じですね。はい、では早速組み立てたいと思います。まあこの後はね組み立て終わったやつをご紹介したいと思います。組み立て終わりました。いやー結構ねネオジオングはパーツが多いんでね、組み立てにちょっと時間かかっちゃいました。はい、
ではね、そのネオジオングから見ちゃいましょう。はい、こちらです。ズザンザン、乗らなければどうということはない。めっちゃんこかっこいいめっちゃんこかっこいいし、ガンダムコンバージってもうめちゃくちゃなボリュームですよこれ。んーだこりゃっていうね、食玩っていう感じのボリュームですね。いやこれすっごい。これね、シナンジュ本体とネオジオングのこの本体って色がね違うんですよね。はい、農園でこう差をつけてるっていうのね、すごい細かいなぁと思いますね。いやこれは全体的に素晴らしいね。でこのボリュームよこのね4本のサブアームが、これがすごいボリューム。で後ろのねこのサイコシャード、これがまた五光が指してる日輪のごとくね、でここにジオンのマーク、ネオジオンのマークでね、こう後ろにねちゃんとねしっかり足がねこうドッキングした時のように後ろに行ってるんですよね。でシールドが背面にマウントされている。いやこれは素晴らしい、半端じゃねえボリュームと半端じゃねえ出来だねああ、いやこれはめっちゃかっこいいわ。もう男心をくすぐるね、このねボリューミーなこのメカメカしい感じ。いやこれすげえかっこいいわ。何このボリューミーはい、ネオジオング。はい、続いてねユニコーンガンダムペルフェクティビリティ、はい、そちらね、はい、まあ本体組み立てる前にね、例のガンダムの顔、はい、そちらがずれてたらね致命的ですよね。なので顔だけちょっと先にお見せしましょう。はい、こちら、はい、どうですか。自分的にはね合ってるなと思いますね。そこまで激しいズレはないかなと思うんですけれども、はい、まあ今ね別のチャンネル名になってるコズの趣味部屋美少女フィギュア、はい、そちらのね動画内でダブルゼータの顔がねめっちゃひん曲がってるっていうのをね、ご紹介させていただきましたけれどもね、はい、それと比べたら全然いいですね。はい、ということでこちら組み立てていきましょう。言い忘れましたが、台座がね凝ってるんですよ。ユニコーンなんですよね台座が。細かいね、こういうところを細かくしてるの好きですね私ね。はい、はい、では完成したユニコーンガンダムペルフェクティビリティ、はい、こちらめっちゃかっこいい。やっぱりかっこいいユニコーンガンダム。いやいいね、もうビームジャベリンがねすごいね、ボリュームが。あ、ユニコーンガンダムでもこちらはね、まあ、3号機のフェネックスを感じさせる作りだよね、この後ろのねシールド、マウントしてるシールドがね、こういう感じで尾が引いてるんでね。ただアンテナ部分がユニコーンガンダム、はい、盛りだくさんだよね。もうフルウェポンシステムみたいな、それがペルフェクティビリティ、はい何回も言うとね言い慣れてきますね。はい、いやこれかっこいい。このねブルーな発光色っていうの、これがなんかすごいね。
なんていうか空を感じさせるようなイメージ。いや、これはかっこいい。はい、横に並べるとね、もう一目瞭然で大きさが全然違いますね。いや、ここまで違うかっていうぐらい。ここら辺はね、まあディフォルメーカーでもまあ対比をね、やっぱこうやって作ってるんでしょうね。そこら辺も細かいよね。うん、ということでね、こちら回転台座に乗せてね、回してお別れといきましょう。はい、ぜひね、この機会にチャンネル登録されていない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。Get up.